じゃはい、ということで、はい、皆さん、ベイスターズね、はい、行ってまいりました。我がふるさとという、見てきましたけどもね、まあ、今日は最初午前中に、まあ、三浦監督とかコーチ陣に挨拶して、それで午後は紅白戦ということでね、うん、まあ、1番渡来とピッチャー小園という、うん、キャッチャーは松尾という、未来のベイスターズを背負っていく選手たちかなっていうふうなね、うん、まあ、頼もしく見えましたけど、はい、やっぱりなんといっても今日の大注目はやっぱ渡来選手がどこまでやるのかっていう、まあそうだね、はい、で、まあ、第一打席ね、はい、ちょっと粘ってフルカウントからライト前、うん、打ったけども、まあ、真っすぐ狙い打ちだよね、まあ、そういう配球みたいなこともしっかり読みの中でフルカウントからも変化球絶対こう組み立ての中で来ないっていうのを分かりながらなんか打ってるかなという感じで、見てました、うん、だ対応力がいいよね、うん、で2打席目は、まあ、センター前に打ったけどもやっぱこう非凡なものを感じるね、あーミートがうまいわ、はいはい、だからその、まあ、例えばフリーバッティングでガン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 フルスイングして放り込んだとしても、試合になっては1番に入ったら出塁とか3番に入ったら多少長打だとか、だからその使い分けができるかなっていうようなそういう選手だね、うん、で柔軟性があるから、だから少々の変化球でも膝を使いながらついてこれるかなという感じをした。実際に今日生で見られるのは初めてだと思うんですが、はい、映像を見てる渡来選手と生の渡来選手、やっぱね試合とフリーバッティングが違う。あの試合の方がこう入っていけるね。フリーバッティングっていうのはもう簡単にこうタイミングとそういうものをこう意識しながら打ってるだけで、やっぱこう対応っていう風になってくると、やっぱ膝であったり腰であったりだとかさ、グッとこうちょっと沈む感じがする、うん、だから非常にあの実践向きのあのバッターかなっていうような感じがするね。技術的なところを見ると具体的にどのあたりが、まだね今日の場合はねそんなにピタッとタイミングが合ってる場合で、あの合った打席ではないんだよ。だけどそのヘッドをうまくヒットコースに持っていける、あ、まあ、そんな感じがしたよね。だからその打ち方をよく知ってるというかさ、まあいい感じだなっていうふうには思った。一番で豊さんが首脳陣だったら一番で使いたいタイプですか。まあ、適正だけども、まあ、一番で使っても3番で使っても、まあ、こなしてくれるかなっていうような感じはするよね。その投げ手の小園投手、はい、小園ね、まあ、結果的にはちょっと全くダメない内容という言われてももう喋ることもないんだろうけども、やっぱ強さがないわ、うん、で高校の時の印象があって、ファームでね、まあ、監督曰く徐々にだけどもレベルアップはしてると、はい、いうようなことは言ってたけども、まあ、今日はあまりいい結果が得られなかった、うん、まあ、それはやっぱこうボールの強さであり、まだこの時期だからスピードが出てないというよりも、やっぱそれに伴ったコントロールも、スピードがなかったらコントロール、ね、コントロールが良かったらスピードとかさ、まだちょっと器用さが身についてないかなという、まあ、感じはするよね、うん、だから強さがないからバッターに対して変化球を見られるというね、まあ、キレもなかったんだろうと思うけど、まあ、今日はちょっと最悪の状態のところを見てしまったかなという感じはするけどね。ちょっと苦しそうな状況でしたね、投げてる様子も。そうだな、ここ間違えちゃいけないところのボールを逆球来たりだとか、やっぱり力みが伴うとまだ自分のコントロールができないとかね、まあ、そういう課題は残ったとしても、まずはやっぱりボールの力を、高校の時って本当に力強かったから、だからそういうボールをもう一度、まあ、スピードガンは出てても、やっぱ高校の時のキレとはちょっと違うと思うんだよね。もう一度そのキレとかね、まあ、そういうものを掴んでほしいなっていうふうに。その受けてた松尾、はい、松尾は、まあ、キャッチャーとしてね、まあ、スローイングとかも見たけども、まだ若干な不慣れな部分が出てるかなっていうふうには思うけども、あのバッティングやっぱこれはね使いたくなるね。うん、あの変則の中が、そうですね、投げてたんだけど、まあ、見逃すところは見逃す、ファールで逃げるところは逃げる、まあ、そういうこともしっかりできてるし、だから、まあ、バッティングコーチの石井拓郎に聞いたら、いや、その叶うかどうかは分からないけども、なんかどっかのポジションでやっぱ使ってバッティングを見てみたいっていうぐらい魅力は出てきましたねっていう話をしてくれたけどもね。だから、まあ、三浦監督に言うと、いやいや、今のところコンバートは考えてないって言ってたけども、ね、やっぱキャッチャーとしてね、しっかり100試合以上かぶれるようなキャッチャーにね、やっぱ育てようとしてるから、まあ、中途半端なことはしないと思うけども。でもそのぐらいやっぱこう松尾はバッティングに対しては魅力は
だから結果は出なかったけども、その対応の仕方、その変則の対応の仕方とか、あやっぱすごいなっていうふうには思ったね。1年経ってレベルがグッと上がったっていう印象ですかね。まあそうだね、まあ、それとやっぱプロに慣れてきたかなっていうような感じもするよね。そうですか。僕は今日はルーキーの選手たちが出たりとか、うん、まあ若手が中心のメンバーだったと思うんですけど、はいはい、豊さんの中でこうこの選手気になったなって、ね、井上、おーサードの今日3番に入ってね、はい、あのバッティングしてたけども、やっぱね打ちに行って見逃せるっていうのがいいよね。全ての球に対してだから選球体っていうのがいいわ。でフォアボールも取ってたし、選球眼っていうのは見る力なんだけど、選球体っていうのは打ちに行きながら止まれるというさ、そういうものがあるかなっていう。だから守備はねちょっとまだまだだろうけども、あのバッティングはね非常に非凡なものを感じたな。あだから面白いなっていう風に、まあパワーもあるし、だからまあ1打席目は犠牲フライで1点のところを犠牲フライを打ち上げてね、まあ、点にしたりだとか、まあ、そういうところも良かったし、あとはやっぱこう選球体がいい、うん、打ちに行って見逃せる、その目を持ってるかなっていう。どうなんですか、打ちに行って見逃さなきゃいけないんですか、そのボールはね、うん、打ちに行ったらそのままも振っちゃうっていう人がいるけども、いやだけど打ちに全部打ちに行ってこう打ちに入りながら止まれるっていうのはさ、やっぱこう力が抜けてるし、やっぱそこもセンスなんだよね。だから面白いなって、打席を見てたいなっていうような、まあ、選手が現れてきたなって、またね、うん、これちょっと楽しみですね。いや楽しみ。どうですか他、勝又、おこれあの育成から入ってピッチャーで入団したんだけど、ピッチャー3年間やって2年 で野手に変わって2年 で支配下を勝ち取ったというね。で1打席目にレフト前ヒット打ったけども、あれはねやっぱセンスを感じる。変化球少しこう沈むようなボールだったと思うんだけども、それをこう拾いながらレフトにバンッと打ちに行ったという。だからこの選手も面白いなって、まあさすがにあのピッチャーがね、ピッチャー諦めて野手になるだけのあのバッティングのセンスはある。まあもう見本がいるからね、石井拓郎というあのピッチャーで入団してやっぱバッティング素晴らしかったから、まあそこから伸びる詰めて2000本達成したというね、そういう選手もいるんで、そういうコーチもいるんで、いろいろ参考にすると面白いかなっていう、まあ、非常に楽しみではあるよ。ただ相対的に言うとやっぱちょっとねピッチャーがやっぱ足りないっていうかな、うん、これある程度こう主力のピッチャーに聞いたんだけども、まあ、外国人とか取ってるから強い球はブルペンで投げてると。だからまあこれはどういう結果になるかわからないけども、若手にちょっとその強さがないっていうふうに、まあ、話してくれたピッチャーいるけどもね、まあ、だけどやっぱその通りか、小園を見てて今日はその通りなのかなっていうふうな感じはあったよ、ね、あと中川投手が今年からね、はい、オリックスから来ましたけども、どうですかやっぱりアンダースロー、まあ変則っていうのはさ、最近ものすごく数も減ってるし、だから変則だけで打ちにくいっていうところがあると思うんだよね。で各球団のその右の変則っていうのはある程度活躍してるから、だからそういう意味では結構面白い、結構存在になってくるかなっていうふうには思うね。そうですね。じゃあちょっと平良投手もいますし、まあそうだね、そのあたりがね入ってくるってなると。で安明にあったけど本当にシェイプアップされてたわされてた。まあ、表情も明るかったしね、はい、でやる気に満ち溢れてたから、まあ、これは期待できるなというね。あとこのチャンネルにも出ていただいた桑原選手、いや桑原はもう、ね、なんかそわそわしてた紅白戦出てなくてもうベテラン扱いされてるとさ、なんかちょっと嫌な感じがするんだろうね、うん、いい表情でしたよね。まあ、マキもくすったそうなにしてたけどねマキも出てなかったね、はい、まあだけど彼の場合はもう本当に全てにおいてなんかこうしっかり者というかさ、任しといては大丈夫かなという。そうですね。で目標聞いたら120打点ぐらいは行きたいなっていう、ということは相当打たないとピッチャーが心配かなっていうような数字にも見えたんだよね。やっぱバウアーが決まらない、今永が行ってしまったと、この2枚を獲得相当やっぱ苦しいと思うんだよ。まあ、そうなってくるとやっぱ打つ方で援護してあげなきゃいけない、それが目標の120打点ぐらい行きたいですかねっていうふうに、まあ、言ってたけども、それが彼のこの責任であり自覚かなっていうふうに感じたよ。まあ頼もしく、まあ新キャプテンとしてね肝も据わってるし、まあ、楽しみだよ。どうですかじゃあここから DeNA はね、まだキャンプは続いていきますけど、日高さん何を期待したいですか、まあ、OB として。やっぱりね1、2番がまだ決まってない状況だと思うんだよね。で、
まあ、牧はセカンドで決まってても、ショートが林でいいのかこのままでいいのか、まあ、林が最有力候補だというふうには思うけども、まあ、これを超えていくような選手がいるのかどうか、まあ、そこら辺だと思うよね。あと渡来が順調にオープン戦もこなし、キャンプもこなし、オープン戦もこなし、戦力としてねいつも出れるような状況になるのか、でオースティンがどうなのか。いましたね、今日。いや、いた。ノック受けてたな。久しぶりに見たよ。ほっとしたけどもね。でも三浦監督もさ、大変だわ。このキャンプ中に奄美大島に、ね、で飛行機で飛んで、ファームの視察に行って、でまた友狩りで帰ってくるという、まあ、強行日程でね、まあ、チーム全体把握しようとする努力はあるしね。すごいですね。うん、だから非常にやる気に満ち溢れた、ね、DeNA キャンプを見てきました。ここからどうなっていくのか、まあ、そうだね、楽しみだね。果たして豊さんは順位予算何位にするのかっていうのもね、見てる方、いや、そりゃそうだ、注目していただきたい。ここでは言わないよ。そうですね、はい、はい、これからも追っていきましょう。はい。